あ、ごめん滑った時に、ね、そう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 、ごめんごめん、なんか冗談もらって、ごめん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 、ルキアちゃんと平方くんが膝を守ってます。いやでも木の棒でつついたりしたら落ちるから。これも持って帰れないよね。こうやって持ってくる。これからハル君、ハル君いらない、ハル君生活スタジオいらない。死にね。じゃあ僕買うしか。使ってみて。ありがとう。バッタリ。なんだそれ。あ、まあ、お口が悪かったと思う。取れない。左で打った。いや、ある程度が怖って。いやろここに来るといいってことだね、
今右で打とうとしてるんですね。一緒にでも。右で。そう、右にこだわって。右に集中しすぎて。体張ってんね。自分が行くんだ。自分が行くんだ。すごいね。おい、あの5番キーパーがいなくてもすごいね。空蹴ってったね、今。やっぱり右じゃ全然ダメですね。すごい、すごいね。どうしても右に打ちた。左だったら間違いなく打ってましたね。それはオフサイドだ。いおりでもキーパーやってるから分かる。オフサイドって分かりますよね。ミランではやらないですね。いや、どうかな。あ、かわいいね。パパよ、シカゴのピッチって言ったらいいね。パパ、全然知ってんの。うん、もうすぐ知ってんのもん。つかむ。相当先生に必要ない。何も飛ばない。飛ぼうと思って変わらないでも一回一回返してきますけど、お金かかるか。あれ、ママ、おお、トップと桜が、あ、よかったと、あ、よかった。姉ちゃん、来てくれたよ。偉いね。ああ、うまい、うまい、うまい。真ん中、なんでみんな蹴るんでしょうね。俺ならいけるって思うんじゃないですかね、やっぱり。俺のキックならいけるんだって。ディフェンスがキュッて締めたら終わり。あのディフェンスっていうかフォワードがキュッてきたら終わりなのに。まあプロの試合のゴールキック全部前に飛ばしますからね。上を高く上がってサイドに打つのイメージがないんじゃないかな。いやでもバルサなんかビルドアップはみんな
サイドバックに渡したりセンターバックに渡したりしてます。前に立たないよ。そう、待って。多分グローブしてないですね。あと、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 あと。はい、はい、はい。完全オフサイド、どうせあオフサイド。せっかくドリブルでオフサイド、最後にオフサイドにしちゃいましたね。いいところにしちゃったな。あ、でもあれ寄りがけ触っちゃったらオフサイドになっちゃうね。ね、ええ、完全に。これで最後にしようと思いますので、はい、あのちょっとだいぶ疲れてる感じがあるんで、はい、お願いします。はい、足すごい青くなってましたけど、まあ、あの太ももだったんで痛そうでしたけどね。全員であいつを転げた時に行けそうまで、やっぱり足の裏出してあんなやなっていう。うわ、もう疲れた。最後に疲れが。